ようございます。おはようございます。すごいね、朝から、ね、続々とさ、うん、みんなぶどう買いに来て、うん、すごいよ、めちゃくちゃ種類多かったね。ねえ、よし、では出発しましょう。はい、今日はまず湯の丸スキー場の方に上がってって、うん、でその後ね、朝7時半から4時まで林道が開いてるんだって。でその時間以外は鎖で閉まっちゃうんだけど、うんうん、で池の平湿原っていうところに行けるんだけど、うん、でそのまま高峰温泉の方に降りれるんだけどね。で結構時間が限られるところなんだけど、うんうん、標高 2000m 以上の湿原を歩けるっていう。なるほど、結構すごそうだよ。標高 2100m ぐらいありそう、高いところは。結構高いんだね。そうそう、で駐車場があって600円管理費でかかるみたいなんだけど、うん、まあいいじゃん、うん、このまんま帰りどうしようかな。こっち降りてきてもいいし、高峰温泉の方に抜けてもいいし、うんうん、まあ、それは行って考えようか。はい、はい、干してあるね。でももう稲がさ、こう実のところが下がって垂れてるもんね、稲穂がね。本当今が収穫の時期になってきてね。お、すげえじゃんこれ。めちゃくちゃ後ろ綺麗なんじゃない。ケーキ工房建設中だって。わあ、すごいね。すごいね。わあ、湯の丸スキー場この先8キロ。湯の丸って行ったことないね。ないね。結構標高の高いところにあるっぽいな。うん。菅平みたいな感じかな。山の上の方だね。ね、いいな。ああ、なるほど。このまんま行くと嬬恋に抜けれるんだ。群馬県に。すごい坂、すごい登るね。一気に 1500m になったよ、うん、あとね、湯の丸高原ホテルまで 2km くらい。ああ、本当だ、頑張って出る。湯の丸ってどんくらいの標高なんだろうね。1700-1800ありそうだよね。こんなに登るとは思わなかった。知らなかったね、うん、気持ち紅葉が始まってるじゃん、ね、緑がちょっと黄色になりかけてる、うん、標高が高いからね。なあ、標高が1700超えたぞ。ねえ、すごいね。あ、着いた、湯の丸高原。こんないいとこだったんだ。それで、もうそこが湯の丸のところなんだけど。あ、この上がね。そこを右だと思うんだよね。うん、あ、オッケーオッケー。通行止めの期間って書いてある。午後5時から7時まで、11月まで行けんだ。湯の丸ビジターセンター、あるね。1台600円、午後4時までね。 OK、うん、どこで閉まるんだ、ここまで閉まるのかな。ゲートがあるって聞いたけど、この先にあるのね。どこが閉まるんだ。すごいよ、 GMO、 アスリート、 GMO のあれか、アスリーツパーク。ああ、だからコーチトレーニングのいろいろだ。ランナー注意っていっぱい出てるもんね。湯の丸アスリート食堂、すごいじゃん。食堂、ああアスリート食堂っていうくらいだからさ、アスリートに、そう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 、いろいろそうでしょう。 食事が、そうそう、タンパク質とかさ、糖質が少ないとか。いいね。ゲートがここだ、きっと。はい、ほら、 OK。 意外と道は太いね、うん、大丈夫だね。これは本当にコーチトレーニングに最適な。そうでしょう。まず根本の車が少ないじゃん、うん、
けど帰り気をつけないとね。うん、1055m。 ここそんなあんの？もうそんなにある？遠いよ。でもね、今看板そう書いてあったもんな。で、あ、これか。お、え、めちゃくちゃいるじゃん。すごいな。小学生か、学校か。学校に来てるね。すごいね、そんなところなんだ。うん、じゃあさっきのバスも来るかね。あ、お財布どこだ？ここ。すごいね。ここでいいか。ここにする？うん。9月19日から全面通行止め。危ね。あ、入れないんだ。遊歩道整備工事のため。まずはこのまま鏡池の方に降りていくのかな。え、やっぱすごいじゃんこれ。標高 2100m。 三宝神に行こう。気持ちいいな。そうだね、すごいな。のさ、うん、ここのスタート地点 2068m だって。あ、すごくない？すごいね。なあ、 2000m もある。おー、めちゃくちゃ気持ちいい。風が冷たいもんね。ねえ、すごいね。ああ、本当だ。うわ、すごいな、ここ。すごおお、あ、池の平湿原だ。へえ、あ、すげえ。左回りで行こうか。
富士山、富士山真正面すごくない？富士山見えるらしい。すごいなあ。ここすごいね、本当に風がすごい、ね、ここすごいじゃん。おー、すごい。あ、めちゃくちゃ高いね。だって 2000m で下 600m とかでしょ。上だとか 500m ぐらいか、高見とかは。すごいね。ここが崩壊口だね、うん、すごいじゃん。え、ほら、正面に富士山が見えてるね。上の方がちょっと本当だ。手前が小諸で奥が桜だね。で真正面に富士山で、ちょっと右に今雲かかってるとこが八ヶ岳だ。おすごいね。どっかで休憩したいね、うん、あの山のてっぺんに登るんでしょ。え、帰りは。あ、いるじゃんそこに。そうそう、いる、いっぱい、はい、さっき学校でいっぱい来てたからさ。あ、そうそう、あそこに行くんだよ。へえ。1個すげえ紅葉してるんだけど、何あれ。どれ？あそこ。あ、本当だ。あれ何あれ。あれだけ種類が違うのかな。ねえ。ここにも池があるよ。鏡池だって。あ、でこれを登っていくとあの山頂に行けるんだね。すごい、奥にもいる。また始まった。なんでも鬼山っていうの。
絶対違うからな。じゃあ登ってくよ。学生さんがいっぱい来た。ねえ、最高だな、こんなとこ学校で来れたら。なあ。そういうのはないのかもね、小学生には。授業しないでいいから嬉しいんじゃない。登るな。よいしょ。三宝ヶ峰、こっちか。涼しいね、また一段と。ねえ。まあ標高2000だからな。おとぎの森だって。お、開けた。わあ。ここはコマクサがいっぱい咲いてるんだ。群落だってすごいじゃん。6月中旬から7月、ちょっと休憩しようか。三宝ヶ峰 2040m。さあ、ご飯タイム。昨日デリシアで買ったごま団子かな。なんかごまパンじゃないか。ねえ、これなんだろうね。いろいろ入ってる。ねえ、メロンかな。美味しいよ。さつまいもかな。あ、そうかも。かぼちゃかさつまいもか。これも飲む？うん。うん、思った。美味しい。思ったより甘くない。もう来てるの、昨日買ったやつ。そうだよ、今頃調子いいで。三原市だけ、三原市だけ行くのか、次は、うん、OK、で、地蔵峠までは行かないよね。うん、行きましょう。なんかここは本当完璧なハイキングって感じだね。うん、遊歩道がずっとあってさ。そうだね、うん、気持ちいい。日陰はすごい気持ちいいし、吹いてくる風は爽快だし、眺めもいいし、富士山まで見えてさ。そうだね、すごいよね。湿原もあって、そこまで車で来れない。そう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 、もう何よりそれよね。すごいよ。結構登るね。うん、
今日は上田の町だよね、これ。ああちょっと曇ってきちゃったな。稲がさ、うん、もう黄色くなってるね、やっぱり全部畑、田んぼのところ。あもうすぐ収穫だよ、ね、本当に。あ、分岐だ。駐車場まで 1.5キロ、見晴らし岳まで行っとくか。もうちょっと、ここは2095メーター、すごいじゃない。すごいね。じゃあ池の平駐車場、1.5キロ。ピグミーの森だって。お、開けたんじゃない？ね。あ、もうちょっと先だ。雲上農家。ああ。いい名前つけるじゃん。ね。お、すごいね。標高2110メーター。へえ。すごいじゃん。上から一望だ。わあ、本当だ。すげえ。見てよ。さっき行ったところが。うわすげえ。うわあの池が、鏡池がめちゃくちゃ綺麗じゃん。ねえ。へえ。いやー気持ちよかったな、うん、気持ちよかったね。最高だったな、ね、駐車場見えてきたんじゃない、うん、ゴールだな、うん、結構歩いたね。結構歩いた。2、3時間ぐらいいたぞ、うん、ゴールでーす。はい、お疲れさん。トイレもあります。駐車場は有料。いやでもこれは歩く価値はあります。今日は今ここの P で、ここから最初こう入って、ここもあっという間だったよね、うん、20分もかかってないよな。かかってないと思うけど、行って、でこっからが池の平湿原の、あの木道、すごい広いところ、うん、めちゃくちゃ広いところね。ずっとここは下り坂だったんだけど、で通行止めって出てたじゃん、うん、でそれがこの道が通行止めになるみたい、ここが木道になるとかそういう話らしくて、なんかこっち側の東歩道通ってここに出れるらしい。あ、そうなんだ、うん、で今日はここ通って、ここ一周して鏡池見て、その後こっち登って小牧山へ行って、ずっとここ歩いてこう戻ってきたのかな、うんうん。ここが結構ハードだったね。そうだね、うん、上りアップダウンが結構あるのと、あの木道じゃないから、うん、ここだけだったら余裕で、で9月からはここがダメなんで、こっち、ここはいけると、うんうんうん、だからこの素晴らしい絶景見れるんで、そうだね、ぜひ行ってみてほしいです。いや最高でした。最高でしたね。では降りてくよ。はい、うん、高峰じゃなくて湯の丸の方に降りてって、うん、今日さ、せっかくだからこっからもう草津が意外と近いんだって。あ、そうなの、うん、あ、まあ言っても何十キロかあるよ、うんうん、
こからね、うん、あ、まあ、その湯の丸のところから、うんうん、草津温泉湯畑までは37キロ、うん、お近いな、50分弱で行ける、うん、あ、だからそっち行こうよ今日、うん、そのまま今日上田に降りようと思ってたんだけど、うんうん、上田に降りるのやめて、うん、上田とか遠見に降りるのやめて、うん、草津行こう。あ、もう湯の丸のところが県境だ。あ、そうなんだ。もうすぐそこ、もうちょっと行ったら本当に県境のところにさ、スキー場があるみたいな。あ、群馬県になるんだ、じゃあもう。あ、そういうことなんだ。すごいね。今回すごいじゃん、山梨をスタートして長野行って群馬行くんだ。本当だね。嬬恋のどっかでさ、お昼ご飯にしようか、うん、あ、いいね、うん、湯の丸になんかあったら湯の丸でもいいけどさ、うんうん、ちょっと調べたらね、うん、アスリート食堂が、うん、2週間前までに予約したら、うん、一般の人も食べれるんだって。ああ、じゃあもうそういう合宿、そうそう合宿、そう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 、日水がやってるんだって。へえ、面白そうだけどちょっとそんな先の予定は立てれない。そうだね、なかなか。なんで多分嬬恋の方に降りてってご飯にしましょう。はーい、はい、降りてきたよ。あ、ここだ、ゲート。あ、本当だ、脱出。水のアスリートレストラン行ってみたかったな。行きたかったね。面白そうだよな。ああ、スキー場って感じ。ね、おお。あ、すごいじゃん。観光バスも来て。ね、こっから池の平湿原まで歩く人もいるんだな。ああ、そうか、ね。片道90分で。地蔵通りだってここ。あ、でもここから、あ、ほらほら見て。おお、嬬恋村だ。へー、すごいね、面白いね。へー、紅葉したら綺麗だろうな、これ、ね、紅葉の時また来てみようか、ね、いいね、もうちょっと紅葉っぽいもん、雰囲気が、うん、なんとなく。駐車場もあるじゃん。何の駐車場？何これ歩けんのか？あ、ここもジオパーク。じゃあお昼はね、うん、八景食堂っていうところが嬬恋村にあるみたいだから。あ、降りたとこ？そうだね、ここから9キロぐらい。あ、近いな。12分で着く。いいじゃん。そこ行ってみようか。うん、行ってみよう。草津27キロ。うん、わー、やってるやってる。そうなキャベツがいっぱい。お昼なのにこっちは収穫すんだね。量がもう多いから、もう間に合わないんだな。すごい密度でさ。そうそう、前も思ったけど、そうそう、近いよね、一個一個がピチピチにね。ピチピチだけどあんなにいいキャベツができるので、ね、あとね、300m ぐらいで左側にあるみたい。これ嬬恋の村の中にあるのかと思ったらさ、もっとなんか全然違うとこだよね。どこなんだろうこれ。ほら、あ、これか。いっぱい車止まってるけど、あ、これかも。あった。おすごいじゃん。ちょっと待って、駐車場がなくない？ここ入れる？1台。そうだな、うん、ここだね、1台。唐揚げ定食と茄子炒め定食770円と茄子炒め定食770円。はい、安いな。わ、すごいな、これも安い。味噌ラーメン660円、税込みだからね。安ラーメンなんか550円だぞ、学食じゃん。美味しそう、茄子炒め定食。お味噌汁も美味しそうだけどさ、このナスな、ナスやばいね、超美味しそうだね。770円だよ、税込み。770円のクオリティじゃないね。そんなことある？お味噌汁も美味しそう。いただきます。あー、うまい。いただきます。ナスやばくない？やばいね、やばい。これは美味しそうだな。何個分ですかってぐらい入ってる。ほんとだね。甘いね、味噌だれ。あ、うまそうだな、それは。
一回ね、これ絶対揚げてると思う。いや、あー揚げてから絡めてる。1,2,3,4,5,6,7,8個も入ってる。すごいな、これは。いただきます。ちょっと前に。うわー、サクサクだね。うまい。おいしそう。サクサク、うわーやばいな、これ。半々しよう。いいね。ね。うん、これ卵キャベツじゃないの。そうそうでしょ。浅漬けもいただいちゃう。浅漬けも美味しいよ、すごい。あ、うまいな。うん。美味しかった。これ右だよね。右でまた144個に。ああ、そうか。ああ、お腹パンパンだね。ねえ、すごい量が多かったのに、1個さ、1食770円でさ。この1年で一番安かったんじゃない？安いし、美味しいし、ボリュームもあるし、健康的だし。うん、では、向かいましょう、草津に。ここから何キロ？27キロ36分。いいね。こっちはまだだ。キャベツがいっぱいです。あーすごいね。さあ、いつもの最後の登り。はい、到着。到着です。じゃあ行ってみよう、駐車場から。はい、畑こっち。これなんだろう、どこだろう。どこでもさ、降りてったら湯畑だろう。草津はどこ。あ、これ温泉のとこか。すごい近道だ。んすごい近道だ。超近道じゃない。わ、すげえ、あれだ、湯もみじゃない。焼き鳥屋さんも並んでる。温泉はこっちだね。温泉はこちらです。そうそう、こっちだったら1、2カ所、3カ所あるから、うん、どっかしらには入れると思う。そうだね、うん、女湯は空いてるらしいんで、ここで解散です。俺は男湯、下の方に行ってみよう。どうでしょうか。あれ、やってる？やってない？いやー、最高でした。結構暑いな、ここのお風呂は。いやー、超暑かった。俺の方、私の方快適だったよ。やばかったよ。